スノーマンの衣装は重い。岩本照、深沢達也、平、成、ジャンプ八乙女光による検証動画公開、We are!コン舞台裏、無理。これジャンプだったら何人か怒るかもしれない。わら、これめっちゃ重いよ、八乙女。動画の撮影者は深沢達也で声での出演、衣装を貸すのが岩本照で八乙女と並んでいるところから動画はスタートする。スノーマンの衣装が重たいらしいので、ブソつけってことで着てみたいと思います。ギワもっちゃんのがより重たいということで、と八乙女が発言し、岩本がジャケットを八乙女に試着させる。キラキラのストーンがぎっしりついたジャケットを着た八乙女はあまりの重さに、マジで、これやばいよと声を上げる。すると深沢が、これ下もあるから、岩本も、セットアップなんで上下で、着てます、と発言し、八乙女は驚きの表情を浮かべ、無理。これジャンプだったら何人か怒るかもしれない。わら、これめっちゃ重いよ、とこぼす。2本目の動画でも八乙女は、本物の、ストーン、をつけてるからこんなに重いってことだよね、と改めて驚くと、深沢から、着ないで手に持ったらさらに重い、と提案を受け、片手で持つと、これだけでパンプアップになるもん、と八乙女が筋トレのような動作を始め、視聴者に向けて、スノーマンの、見方変わりますよと呼びかける。岩本がそれを受けてドヤ顔を決め、動画は終了する。八乙女の投稿に、#非か不快はとハッシュタグが付けられていることから、非か不快は可愛い、という声やW光の絡み嬉しい、スノーマンすごいな、といった声が集まっている。